皆さんこんにちは。レック専任講師の岩田です。それではこれから FP 初級向けガイダンスを始めたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のガイダンスは、これから FP 資格を目指したい、目指そうという方にお金に強くなれる FP の知識は最強というタイトルでお話をさせていただきます。このタイトルのように FP という資格は本当にお金に関する幅広い内容を勉強する、そのような資格です。で、FP って何かと言いますと、ファイナンシャルプランニング、そしてファイナンシャルプランナー、この2つの意味合いがあります。ファイナンシャル、これは財政上のとか金融の、そういった意味になりますので、ファイナンシャルプランニングと言いますと、財政上の計画を立てる、ファイナンシャルプランナーと言いますと、その計画を立てる人、という意味です。で、ファイナンシャルプランナーという、仕事は、顧客に対してさまざまなお金に関するアドバイスをする、そのような仕事ですけれども、そのアドバイスに、の際に必要な、お金のことを勉強する、それが FP の資格です。お金のことというのは、誰しも、必要なことですので、FP の資格を勉強することで、日常生活で、もう本当に必須のお金に関する知識を、幅広く勉強することができます。で、FP の資格は今とても、人気がある、そのような資格なんです。それはどうしてかと言いますと、レジュメの1ページを、ご覧いただきたいんですけれども、私たちの暮らしへの影響と不安と、ありますけれども、今私たちを取り巻く経済的な環境というのは非常に不安定であると思います。ですから、自分が、一生涯、お金に苦労しないで、生活ができるんだろうか、自分の近い将来どうなってしまうんだろうか、このような、不安を感じる方が多い。そこで FP の資格を勉強することで、自分のライフプランをきちんと計画を立てていこう、このような方が増えているんだと思います。例えば年金制度でも、公的年金、老齢給付、を受けることができますけれども、じゃあいろいろなニュースを見ているだけでも、自分が年を取ったら本当に公的年金を受給できるんだろうか、このように不安に思ったり、じゃあ、自分で資産形成するときに、今はNISAですとかイデコですとか、さまざまな制度があります。このような制度の仕組みはどうなってるんだろう、そのような疑問を持ったり、このような不安や、そして疑問、そして、自分の、経済的な将来をきちんと考えていこうという気持ち、これがすべて FP の資格につながって、いきます。ですから皆様も、ぜひ、これから FP の資格を勉強して、資格にもぜひ合格をしていただければと思います。で、レジュメの2ページを開いてください。FP が活躍できる場面とは、ということで、まず生活者のニーズの高まりということが挙げられます。これは生活の中で、お金に関してきちんと考えなくてはいけない、このような方が増えている。それで、FP の資格を勉強して取得しようという方も増えています。で、生活者の方が、FP という資格、非常に社会的な認知度も高まってきておりますので、自分のお金に関する内容を、専門家である FP に相談したい、このように考える方も、増えています。それがビジネスチャンスとしてのニーズですね。で、今は、銀行ですとか信託銀行、こういった金融機関、あとは証券会社ですとか、生命保険会社、それから損害保険会社、あとは不動産関係、このような、企業で仕事をする方というのは FP の資格はもう必須になっています。FP の幅広いお金の知識を持って、顧客にさまざまなアドバイスをする。そうすることが、自分の売り上げにもつながっていく、このような形になっているんですね。または FP として独立をする、ということも可能になっています。
このように、ビジネスチャンスとしてのニーズ、も非常に高まっているということになります。で、次にライフプランと FP ということですけれども、FP という仕事は、個人のライフプランに対してアドバイスをしていく、そのような仕事です。で、ライフプランというのは、これは生涯生活設計、つまり、個人個人が、自分の、将来そして生涯にわたる、経済的な生活、それをきちんと、計画を立てていこう、これがライフプランです。で、一方、まあ、人にはそれぞれ生きがいもありますし、健康であることが望ましい、そして、まあ、お金、経済的な面ですね、このようなことがあれば、まあ、幸せであると言える。生きがいというのは人それぞれです。親しい人がいるとか、ライフワークがあるとか、仕事が生きがいということでもいいですし、何か趣味に没頭したい、ということでもよろしいと思います。その方によって価値観が異なる。健康であることを望ましいですけれども、まあ、お金、経済的なもの、お金がなくては生活は成り立たないですけれども、じゃあどのくらいお金があれば幸せなのか、それはその方によって異なるわけですね。また、お金の使い方というのも、それぞれの価値観によって異なってくる。その価値観、つまりライフデザイン、それを生かして、反映させて、ライフプランを立てていく。で、その時に、まあ、お金、経済的な側面に対して、ファイナンシャルプランニングをしていく、これが FP なんです。で、一方、まあ、ライフイベントとありますけれども、人の誕生から、そして、まあ、亡くなるまで、誕生して成長して、自立をして成熟をして老後を迎える、そして最後は相続、その過程で、例えば、まあ、学校教育にお金がかかるですとか、まあ、自立して結婚をする、その際にお金が必要だとか、マイホームを購入する、そして自分の老後資金が必要だ、節目節目で大きなお金が必要になる、また、毎日毎日のお金の計画をきちんと立てていかなくてはいけない、そして、まあ、その方が死亡したら、相続が発生する、このような節目節目のイベントというのがあります。このそれぞれのイベント、お金がかかりますので、その時にどのくらいのお金がどういう形でかかるのか、そのようなことをアドバイスしていく。ですから FP というのは本当に幅広いお金に関する知識が必要で、顧客の人生に対して包括的にアプローチをしていく、これが FP です。はい、はい、それではレジュメの3ページを開いていただけますでしょうか。FP 資格についてお話をしたいと思います。はい、3ページの一番上に表がありますけれども、FP の資格の種類を見ていきましょう。この表の一番上の段の、左から CFP、AFP 資格、そして1級 FP 技能士、2級、3級 FP 技能士、このように FP の資格がある中で、左側の AFP 資格、そして CFP 資格、こちらが、民間の FP 資格です。そして1級、2級、3級 FP 技能士、こちらが国家資格としての FP、技能士という資格になっております。このように FP の資格は今、民間の資格と、それから国家資格が併存している、このような資格の体系になっています。で、まず、民間の資格ですけれども、AFP が、まあ、民間の FP の普通資格です。で、AFP の資格を取得するためには、認定研修の修了が必要である。この認定研修というのは、
レックの講座です。認定研修の修了が必要である、これは頭に留めおいてください。で、AFP の資格を取得した人が、CFP を受験することができる。CFP は民間資格の最高峰の FP 資格、国際ライセンスでもあります。で、次に国家資格ですけれども、国家資格、1級2級3級とありますけれども、3級 FP 技能士、これが、国家資格の、初級の資格になります。そして2級 FP 技能士が普通資格、1級 FP 技能士が、国家資格の最高峰の FP 資格になります。で、2級 FP 技能士が、国家資格の普通資格、そして、民間では AFP 資格が普通資格、じゃあこの関係はどうなっているのかといいますと、まず、皆さんは2級 FP 技能検定を、受験する、そして2級に合格をして認定研修を修了している方が AFP に登録をすることができる。登録をするというのは、この NPO 法人日本 FP 協会に入会をするという形になります。そして AFP の資格を取得することができます。で、国家資格の方では、3級 FP 技能士、こちらは初級ですので特に受験資格はありません。FP になりたいという方は誰でも受験することができます。2級 FP 技能士は受験資格として3級合格の方、そして2年以上の実務経験がある方、そして認定研修を修了している方、このいずれかの受験要件を満たせば2級 FP 技能検定を受験することができます。で、民間と国家資格の違いを、もう少しお話をしますと、国家資格の方は、試験に合格をすると、3級 FP 技能士ですとか2級 FP 技能士を名乗ることができる、こちらは、もう一生ものの資格です。で、AFP、CFP 資格、こちらは、資格が2年ごとの更新制になっているんですね。2年ごとに資格を更新していく。その際に例えば AFP であれば2年間で15単位、取得することで更新することができます。この単位というのは、FP に関する、活動をするですとか、勉強をする、だいたい1時間1単位目安で、 AFP でしたら2年間で15単位取得することによって、資格を更新することができます。この資格の更新というのは、ちょっと大変だなと思われるかもしれませんけれども、FP というのは、新しい情報を追い求めていく資格でもあります。ですから、2年ごとに更新をしていることによって、きちんとブラッシュアップしている FP だという、顧客に対する、その説得力にもなる、このような形になっています。で、次に FP 資格取得の流れですけれども、FP 資格に関する、実務経験がない場合、まず、3級 FP 技能検定を受験して合格をして2級 FP 技能検定を受験する、このような方法があります。で、もう一つ AFP 認定研修、これはレックの講座です。で、この認定研修を受講して修了すると、それが受験要件になって、3級 FP を受験しなくても2級 FP 技能検定から受験することができます。で、2級を合格すると2級 FP 技能士になります。で、認定研修を修了していない方は、合格後、AFP 認定研修を、修了することで、こちらですね、 AFP 認定研修を修了することで AFP に登録することもできます。そして AFP を取得した方が CFP を受験することができる。で、CFP の試験に合格をすると1級の学科試験が免除になる。で、実技試験だけ受験して合格をすれば
一級 FP 技能士になることができる、このような仕組みになっております。で、各資格のレベルとしましては、3級 FP 技能士、これはもう初級の FP です。ですから、生活にまつわるお金の知識を幅広く勉強する。3級だけでも、まあお金に関するさまざまなことを、幅広く勉強することができます。ただ、中級レベルの2級 FP 技能士、そして AFP、を取得することによって、仕事で FP 資格を使う、そのような方は、この中級レベルの2級または AFP が必須になってきますし、それから、仕事では使わないと、そのような方でも、この2級または AFP まで取得することによって、自分のライフプランを、さらにきちんと、計画を立てることができる、このようなレベルです。そして上級の CFP、そして1級 FP 技能士、こちらは、本当にもう職業人としての FP 資格になりますので、関連する企業で、FP 資格を生かして仕事をしているという方は、この、上級の CFP、1級 FP 技能士まで取得することをお勧めしたいと思います。はい、それでは、4ページを開いていただけますでしょうか。FP で勉強する内容というのは、本当にもうお金に関する幅広い、ことを勉強していきます。非常に幅が広いですので、そのお金に関する内容を、6科目に分けて学習をしていきます。はい、左上から金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、タックスプランニング、相続、事業承継、この6科目です。で、この中で、ライフプランニングと資金計画、これが一番、まあ、FP っぽい科目ですね。このライフの科目では、プランニングの手法についてまず学習します。その方が例えばマイホームを購入したいと考えている。まあ収入がこのくらいあって、貯金がこのくらいあって、マイホームを購入できるかもしれないですけれども、その後住宅ローンを返済した場合、10年後20年後、その家計はどのような形に推移していくのか、そのように分析をしていく、そういった手法について勉強していきます。それからこのライフの科目では、その、住宅取得、資金、はどうするのか、それから、子どもの教育費、教育資金はどのように準備するのか、こういったことについても学習します。あとは社会保険制度ですね、健康保険ですとか雇用保険、それから公的年金制度、どのような仕組みになっているのか、そしてどのような給付をそれぞれの制度から、受けることができるのかということを学習していきます。で、こうやってライフプランニングと資金計画で、まあライフプランを立てるわけですけれども、それがそのままスムーズに進むとは限らない。そして、リスク管理の科目で、万が一のことが起こった時の、どのようにしようという、生命保険ですとか損害保険、それから医療保険などの保険に関する知識を学習します。で、まあ、3級ですと、それぞれの保険、どのような時に保険金ですとか給付金を受けることができるのかという保険種類による仕組みを学習できる。2級まで学習していただくと、自分にぴったりな保険商品をきちんと選択することができる、または親しい人にアドバイスをすることができる、このようなレベルになっています。そして金融資産運用ですけれども、この金融はまさにさまざまな金融商品について学習していきます。預金貯金だけではなく、投資をしたいという時に、株式ですとか投資信託ですとか、投資信託などどのような仕組みになっているんだろう、またそれぞれの商品のリスクは、どのようなリスクがあるのか、
また金融商品を選択するときは、その時その時の景気の動向をしっかりと見るということも重要です。ですからこの金融の科目では、景気や経済を見ていく指標なども学習します。そして、タックスプランニングですけれども、こちらは税金の知識ですね。3級では所得税を中心に、2級では、所得税、そして住民税、消費税、それから法人税なども学習をしていきます。所得税については、個人の方、収入があれば必ず所得税って、負担する必要がありますけれども、会社にお勤めの方は会社の年末調整で、所得税、それから住民税も計算は、してくれるわけですね。ですからどうやって所得税を計算するのかという仕組みを、知らない方も多いんです。でもそういう知識があれば、自分で確定申告をして払いすぎている税金の還付を受けることもできる、または上手に節税をして、生活をすることができる、そのような知識になります。で、不動産ですけれども、不動産では、不動産の、権利や価格、登記簿の見方、それから FP、ですので不動産にまつわる税金、あとは法律の関係ですね、都市計画法ですとか建築基準法、こういった不動産に関する内容を幅広く学習していきます。そして相続事業承継、これは、相続税、そして贈与税に関する内容です。相続というのは人が亡くなった時に相続が開始する、亡くなった方の財産を次の世代に引き継いでいくということですけれども、誰でも生涯に2回は相続に遭遇すると言われています。ただ、相続税についてそんなにしょっちゅうあるわけではありませんので、あんまり知識はないという方が多いです。ただ、人が亡くなってから相続税対策をしようというのはできることはほとんどないんですね。ですからあらかじめきちんと相続税対策をしておくことによって、相続税の負担を軽くする、あとは相続の際、例えば子ども同士で争いがないようにあらかじめ相続の対策をしておく、このようなことを学習します。はい、FP では、このような6科目について勉強していきますけれども、FP が他の試験と、全く違うというのは、勉強する内容が、すぐにでも、生活に役立つ知識であるということなんですね。ですから皆さんも、学習を始めたら、勉強した知識はどんどん日常生活の中で使っていただきたいと思います。そうやって使っていくことでそれが生きた知識になって、試験にも、役に立ってくる、このような形になります。はい、それでは次に5ページを開いていただけますでしょうか。FP の試験の概要を見ていきたいと思います。はい、ここでは2級 FP 技能検定ですけれども、2級 FP もそれから3級 FP も、学科試験と実技試験、この2つがあります。そして2級も3級も学科と実技、別々に合否が判定されます。そして、両方合格して初めて2級 FP 技能士なり3級 FP 技能士になることができます。で、3級は、学科も実技もこれはマークシート方式ですね。2級は学科試験はマークシート方式、4試択一で60問出題されます。60問というのは科目は6科目ありますので1科目10問ずつ均等に出題されます。で、実技試験は40問、記述式の問題です。ただ記述式といいましても4試択一の問題もあります。正解の選択肢の番号を書く、または、その言葉を、書く、計算問題も出題されます。計算をしてその、回答の数字を書く、このような記述式です。
よく実技試験は心配と、そのようにおっしゃる方も多いんですけれども、記述式というのは論述ではありません。番号を書くですとか言葉を書く、このような記述式になります。で、試験は、まあ、年ごとに1月、5月、9月、この3回実施されます。3級と2級は同じ日に、まあ、同じ時間帯で、3級の方がちょっと試験時間短いですけれども行いますので、3級と2級を同時に受けるということはできません。で、学科試験、実技試験、どちらも6割以上の正解で合格となります。はい。で、合格率ですけれども、この、まあ、折れ線グラフが、2級試験の合格率です。学科試験と実技試験、まあ、別々に、折れ線グラフになっていますけれども、学科と実技両方受けて両方合格する方、だいたい 40% 程度の合格率になっています。ただ6割以上の正解で合格、ということですので、まあ、その時によって合格率のばらつきがあります。まあ、1問2問と難しい問題が出たという時は、少し合格率が低い時もあります。で、まあ、それほど難しい問題は出なかったという時は少し合格率が高めになる。ですから皆さんは、大体、8割程度、できる正解できるような、そのくらいのレベル感で学習をしていただければよろしいと思います。で、まあ、最近はですね、この、2級 FP 技能検定も、だん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 、出題される問題が難しくなってきている、そういう傾向はあります。で、実技試験ではまあ、ライフプランニングに関する内容が多いんですけれども、実技ですので、より実務的な内容、例えば生命保険の保険証券を読み取るですとか、それから源泉徴収票の読み取り問題ですとか、不動産の登記簿の読み取り問題ですとか、そういう原票の読み取り問題、このような問題も出題されます。ただとは言っても学科試験の知識がしっかりあれば、実技試験は、それを応用して、十分に解くことができる、と言えます。で、FP の試験では、こう言葉のあやで、適切か不適切かが異なるですとか、あとは、重箱の隅をつつくような、ちょっと難しい問題というのはあまり出題されないんですね。で、個人の方が、きちんとライフプランを立てるためにどのような知識が必要かというような内容が出題されます。FP 試験は落とす試験ではなく、受かる試験です。ですから、きちんと時間をとってしっかり、学習をした方が、合格することができる、このような試験ですので、ぜひレックの講座で学習していただいて、でしっかり、ご自分でも勉強していただいて、効率的に、合格をしていただければと思います。で、レジュメの5ページの下の方ですけれども、まあ、AFP 認定研修とはとあります。この AFP 認定研修、これレックの講座、まあ、2級の講座ですけれども、認定研修を受講して修了することによって2級 FP 技能検定の受験要件にもなりますし、また2級合格後 AFP に登録をする、その時の要件にもなる、これが認定研修なんですね。で、この認定研修の終了ってどういうことかと言いますと、研修の中で提案書というものを作成します。提案書というのは、本当に実務家の FP が顧客にアドバイスをするときに、もちろん口頭でもいろいろアドバイスはしますけれども、提案書というレポートのようなものを作成してそれをお渡しをすることが多い。それを講座の中で課題として作成するということなんです。で、例えば、まあ、比較的若いご夫婦がマイホームを購入したいと考えている、それのプランニングをするですとか、
会社の定年を控えた、比較的年配のご夫婦が、老後の、生活についてプランニングをしてほしい、このような、状況が設定されておりまして、それを見て、分析をして、プランを立てる、それをレポートのような形で書いて提出をする、これが提案書になります。提案書の作成は、簡単ではありませんが、レックの講座では講座の中で提案書作成のための講義があります。その講義をしっかり、ご覧いただいて、で、テキストも詳細に、作っておりますので、初学の方でも十分に、合格できる提案書を作成することができます。はい、それではレジュメの6ページを開いていただけますでしょうか。FP のこれからということですけれども、FP 資格というのは、関連する、業界ですね、金融関係、それから保険関係、不動産関係では、もう本当に必須の資格になっています。ですから、そのような、企業に就職をしたい、または転職をしたいという方は、ぜひ、早めに、FP 資格を取得していただければと思います。また現在、そのような仕事をしているという方も、FP 資格は必須ですので、ぜひ、資格を取得していただきたいと思います。で、FP 資格を持って、じゃあどういうことができるのかということですが、金融、機関ですとか、そういう、会社であれば、もう仕事の中で本当に FP の資格を生かして仕事をすることができます。また一般企業の、経理ですとか総務、このような部署であれば FP の資格を生かしていくことができます。このような、企業の中で FP を生かしていく、これが、企業内 FP ですね。FP の資格を持っている方、もう40万人とも50万人とも言われていますけれども、企業内 FP の方が一番人数は多いと言われています。ただ、企業内でそうやって経験を積んでいく、そして、独立をする、独立系 FP として活躍をするということも、もう十分可能です。FP の認知度どん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 高まってきていますので、 FP に相談に行きたい、そういう方も増えている。独立系 FP として顧客に対してアドバイスをしていく、そのような形で活躍をしている方というのもたくさんいらっしゃいます。で、独立系 FP は、FP の範囲というのは幅広いですので、やはりその中で、専門の分野を持つということも重要です。その際にですね、例えば税金に強い FP ということであれば、やはり税理士資格を合わせて取得するですとか、年金に強い FP であれば社会保険労務士の資格を合わせて取得する、あとは例えば行政書士ですとか宅建士、このような資格が FP と親和力が高い、このようにダブルライセンス、トリプルライセンスで活躍をするというのも一つの方法だと思います。また企業内 FP として経験を積み重ねた、それを生かして独立系 FP として活動をするということもよろしいと思います。で、少なくとも今は FP を仕事では使わないという方も、FP は自分の生活のために非常に役に立つ資格です。ですから、自分のために勉強するという意味でも、FP 資格は本当にもう全ての方に取得していただきたい、または勉強していただきたい、このような資格だと思います。あとはすで、に、税理士として独立をしている、社会保険労務士として、もう独立をしている、このような方でも、FP 資格を取得することで、より幅広いお金に関して勉強することができますので、ご自分の仕事のさらに幅を広げることができる、と思います。はい、それでは7ページを開いていただけますでしょうか。
時代が FP を求めている、とありますけれども、今は本当に、経済的な環境が不安定である。その中で自己責任でという言葉もよく聞かれると思います。投資に関しても、さまざまな金融商品を選択することができるようになった、貯蓄から投資へ、言われておりますけれども、じゃあその投資の時もじゃあどの金融商品を選択するかというのは、自分で選択する、選ぶ必要があります。または、マイホームを購入する、このような時に、どういうふうに住宅ローンを組んだらいいのか、または保険に加入をする、どのような生命保険または医療保険などに加入をすればいいのか、このような知識はやっぱり生活をする上でも必須の知識になっております。知っていれば得をするとかね、知らないと損をする、これだけではなく、もう基本的に、健やかな生活をするために必要な知識、これが FP で勉強する内容、です。また、FP にこう相談に行くという時もある程度知識があった方が、いろいろ深い相談を受けることができますし、また FP として仕事をするということであれば、そのような方にさまざまな幅広い知識を持っていろいろなアドバイスをすることができる、顧客のライフプランの実現にお手伝いをすることができる、このような素晴らしい仕事でもあります。で、3級、2級 FP 技能士、そして、AFP 資格を取得した方はぜひ、上級の、1級 FP 技能士、そして CFP 資格にもチャレンジしていただきたいと思います。CFP は AFP に登録した方が、受験することができます。CFP 日本での認定者、2万5000人ちょっとですので、CFP まで取得していると本当にもう重みのある資格ということができます。特に仕事で FP 資格を使っているという方は、ぜひ上級の CFP 資格まで、チャレンジしていただければと思います。はい、このように、いろいろお話をさせていただきましたけれども、FP 資格というのは、本当に役立つ資格でもありますし、就職、転職または仕事でも非常に役立てることができる、このような資格ですので、今 FP 資格に興味を持たれた皆様は、ぜひすぐに、学習を始めて、そして、3級 FP 技能士、2級 FP 技能士になり、活躍をしていただければと思います。ぜひ、講座で一緒に頑張っていきましょう。はい、それではこれで FP 初級向けガイダンスは終わりになります。皆さん長い時間お疲れ様でした。